どうも、ランニング専門 TV 整体師ゆうじょうです。本日は厚底のランニングシューズはランニングを下手にするという内容でお話していこうと思います。一応僕の中では厚底のランニングシューズはソールの厚さが4センチ以上で、まあ、薄底のランニングシューズはソールの厚さが2センチ以下で、その間のソールの厚さを中底と僕は定義しています。最近はですね、この厚底のランニングシューズにはカーボンのプレートですねが入るようになったので、まあ、反発力がものすごく生まれてスピードが出るようになったので、上級者の方でもこの厚底のランニングシューズを履くようになってきました。今まではこの厚底のランニングシューズのメリットとしては、まあ、クッション性がものすごくあったので長い距離走っても足が疲れにくいというメリットがありました。ただ一方で厚底になる分重さが出てしまうのでスピードを出していくのには不向きっていうイメージが持たれていました。ですのでこの厚底のランニングシューズは今まではどちらかというと初心者向きのシューズというイメージが強かったです。ただ今では素材が改良されて軽量化されたりとか、そういったカーボンのプレートみたいなのが入って反発力が生まれるようになってきたので、この厚底のランニングシューズの今のイメージとしてはクッション性もあるし軽いし、しかも反発力があるのでスピードも出せるというイメージが持たれるようになってきました。ですのでランニング初心者の方から上級者の方までこの厚底のランニングシューズを履くようになってきました。実際に僕がランニング指導をご指導させていただいている方もほとんどがこの厚底のランニングシューズを使っています。ただ厚底のランニングシューズを履いている僕が教えている方に僕は絶対お伝えしているのが、厚底のランニングシューズ履いていただくのもいいんですけど、必ず中底か薄底のランニングシューズも買っておいてくださいとお伝えしています。その理由がですね、厚底のランニングシューズだけで走ってしまうとランニングが下手になってしまうからなんですよ。例えば厚底のランニングシューズだけを履いてランニングしている方がこういった薄底とかのランニングシューズを履くと全然履きこなせないです。一方で薄底のランニングシューズを履いている方が厚底のランニングシューズを履いてもうまく適用できるようになってきます。なぜそのようなことが起きるかというと、接地感覚っていうのが非常に重要なポイントになってきます。整体師の観点からランニングを考えていくと、足のどの部分で着地をして最後足のどの部分で地面を押していくか、ここを非常に重要視しています。その理由が足の着地位置だったり地面を押す場所によって使われる筋肉が全く異なってきますし、走り方も全く異なってきてしまうからなんですよ。これ実際に薄底のランニングシューズ履いていただくと分かると思うんですが、厚底のランニングシューズばかり履いてしまうと足のどの位置で着地をしているか、そしてどの位置で地面を押し出しているかっていうのがかなり鈍くなってしまいます。一方でこの薄底のランニングシューズで走っていただくとダイレクトにどこで着地をしているか、そしてどこで地面を押し出しているかっていうのが明確に分かります。厚底ランニングシューズの中でもどこから着地をした方がいいのか、かかとなのか、足裏全体なのか、つま先なのか、また地面を押し出すときにつま先の方で押し出した方がいいのか、足裏全体で押した方がいいのかっていうのは、その厚底シューズの持っている機能によって全く異なってきます。それぞれのメーカーさんがこの厚底ランニングシューズの機能っていうのを解説はしているんですが、やはり実際に走ってみないとどこから着地をした方がいいのか、どこから蹴り出しをした方がいいのかっていうのはやはりちゃんとはわからないです。この着地と地面を蹴り出す感覚、この接地感覚ですね、ここを研ぎ澄ませていくためには一番いいのは薄底のランニングシューズを履いていただくのが一番ここの感覚は鍛えることができます。ですのでもしあなたが厚底ランニングシューズだけしか持っていないのであれば、薄底シューズもぜひ買っていただいて、こちらでも練習をしていただくことによってより厚底のランニングシューズをうまく使いこなすことができるようになってきます。ということで本日はちょっと短めなんですが、この厚底ランニングシューズだけを履いていると接地の感覚というのは研ぎ澄まされないので、しっかり薄底ランニングシューズでも練習していただくことによってより厚底ランニングシューズの機能を発揮できるようになってランニングが上達していきますので、ぜひこの使い分けっていうのをしていただけるといいと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。